それでは、始めよう。爆撃ゴールド実況第4回だ。今回は9月3日23時にあった、イスムシ製造業景況指数でのトレードだな。経済指標は稼ぎ時だ。ゴールドにおいて、経済指標は金のなる木。ここで取らないでいつ取るんだ。それで、霊夢は今回の指標はどうなるって予想してるんだ。予想。予想は予想ってな。一気に冷え込む空気。霊夢の圧倒的クソギャグによって、指標前にこもっていた熱が引いた。お互いに何も言うことができない。霊夢はマリサが拾ってくれなかった気まずさから。マリサは霊夢のあまりにも低レベルすぎるギャグセンスへの絶句ゆえに。と、そこで初めに口を開いたのは、この空気を作り出した張本人、霊夢だった。ちなみにもう指標は発表されたぞ。霊夢のくだらないギャグのせいで、大事な瞬間を逃してしまったんだぜ。ちなみに指標発表は矢印の箇所だ。だと思う。さあ、ここからが勝負だ。散々指標前は上げ基調だったわけだが、直近の高値を抜けたらロング、無理ならショートだ。指標の結果は見ないのか。指標の結果、そんなものは市場が教えてくれるだろうが、そんなものを確認してるうちにエントリーポイントを逃すだろうが。指標はその指標自体の結果ではなく、その結果を受けて市場がどう感じたかが重要だ。数値による分析なんて後付けに過ぎない。スキャルパーにとって、そんなものは不要。むむ、ここでショートのエントリーを準備。あとはこの水色移動平均線を割ったあたりから徐々に本腰を入れていこう。よし、割れたな。あとはこの後の戻しがどうなるか。この戻しがしっかりとショートとロングの損切りによって、食い止められるか。徐々に戻されていくな。霊夢の言った通りにこの戻しがあっけなく下に行ったら。よしよし、しっかりと反転を確認。スキャルパーは準備を念入りに。入ったら利確は一瞬だ。そして、霊夢の指標トレード第一投。よし、ここでハイロー1、チェスト王。はい、利確。は。これがスキャルパーです。これが私の力です。はい、ありがとうございました。もう一発行こうと思います。よく見ていてくださいね。すぐに利確しますから。はい。とまあ、こんな感じですね。わかりましたか？いや、ぶっちゃけ早すぎてよくわからなかったし、お前誰だし。ゴールドは直近のローソク足の勢いを重視する。それだけで勝てる。というわけで今回のトレードはここまで。今回は短くなってしまったがまあいいだろう。サラダバー。チャンネル登録よろしくね、サラダバー。